これが現実だというのか。メルキア帝国を真の帝国とすべく、全てを捧げてきた私より、愛だ誇りだを声高に叫ぶ男こそが勝者にふさわしいと。だがまだ終わりではない。神の御物を得て神そのものとなった私を滅することは決してできぬ。計画を遅らせる必要はあるが、解明の雫を完全に手中に収めた以上、私の求める未来永劫の繁栄は揺るがぬのだ。私を恐れたのだな。脆弱な人間の方が御しやすかろう。今回は負けを認めよう。だが私の思想は間違っていない。帝国を真の繁栄へと導くのは私以外にはありえなかったのだ。貴様の愚かなる血が時を代を重ね薄れていった時、必ずや貴様の意志を継がぬ愚者が現れよう。その時になって民は知るのだ。この私が目指した真の繁栄こそが自らを救う唯一の手段であったのだと。私と貴様のどちらが正しかったのか、それは遥かなる未来にて語り尽くすとしよう。その時が来るのを冥府で楽しみに待っているぞ。私はここです。また会えましたね。あなたがちゃんと私を救ってくれたから、解明の雫から解き放たれ、最後にこうやってお別れを言うことができます。そんなことはありません。私は今
とても満たされています。あなたの声が私を呼び覚ましてくれた。体がいつもよりふわふわします。好きな人のそばにいると浮かれると言いますが、こういう状態を言うのですね。あなたが私に愛を教えてくれたから、私は呪われた運命から解き放たれる。どれほど感謝しても足りない。だからせめて最後はあなたの役に立ちたい。私に命じてください。帝都の結晶化を解除しろと。周囲には解明の雫の魔力の残滓が漂っています。ジルタニアが消え、その力は今は私のもの。私が消えてしまう前ならば、その力を行使することができる。それが私の最後の仕事。命じてください。どうか私の愛するあなたの声で。バイスがそう望むのであれば。バイス、これでお別れですね。お別れなんかじゃない。バイスハイト、長きにわたる解明の雫にまつわる相話終わらせてくれたことに心から感謝を。果てしない苦悩のもとこの道を選んでくれたあなたに、私は一つだけ贈り物をしようと思っていたの。私は命を懸けてアルを封印するつもりだったけれど、状況が変わった。あなたが変えてくれた。このままだとアルの魂は消滅する。だから私がその魂を命と引き換えにルリエンの森へと送るわ。そうすれば消滅は免れる。アルの魂はエルフとしてこの世界に帰ってくることができる。待ってください、エルファテシア、あなたの命は。もともと私はアルを封印してこの世を去るつもりだった。それなのに随分と楽しい時を過ごすことができた。メイメイは立派に成長したし、私に思い残すことはないの。だからバイスハイト、私も責任を果たすわ。あなたは私にとって救えるはずのなかったアルの魂を救うという奇跡を見せてくれた。ならば次は私の番。消え去るだけの魂の断りをねじ曲げ、あなたにもう一つの奇跡を見せてあげる。教えなくても育つ子に何を教えろっていうの。バカね。救われたからこそあなたに希望を、奇跡を見せてあげたくなっちゃったんじゃない。エレンダ・メールとメイメイお願いね。エル・ファテシア、私は本当にもう一度生きることができるのですか。転生できたとしても、それは遥かに遠い未来。その頃にはもうバイスはいない。バイス、ずっとずっと待っています。あなたが迎えに来てくれるその日を、ずっといつまでも。
また会いましょう。いつかどこかで、運命の導くまま、この儚くも美しい世界で愛していました。そしてこれからも永遠に愛し続けます。だから私を求めて、愛して。